それでは雑誌事務局副委員長の田中さんにお越しいただきました。おすすめの見学方法について伺います。フリップをご用意いただきましたが、おすすめの見学方法について教えてください。はい、わかりました。一つ目です。必ず事前入場登録をお済ませください。当日の入場が非常にスピーディーになります。2つ目、新技術説明会をご聴講いただいた後、展示会場にお越しください。今年の新しい技術が展示会場で見ていただくことができます。3つ目、このように広い展示会場ですので、とても1日では回れません。ぜひ2日間以上でお越しいただくことをお願いいたします。田中さん、ありがとうございました。